い、どうも皆さんこんにちは、キラです。今回は最大強化した復活身勝手一人センスで PVP やっていきましょう。なんとですね、こちらの復活身勝手くん、登場から1年以上経ってましたね。やばくない？めちゃめちゃ早く感じるんだけど。で、レジェンズフェスティバル中にね、覚醒したこのトッポとかを入れることによって、全開アビリティ5枚のっけもね、可能になってたんで、使っていくことにします。復活身勝手の性能をおさらいしておきましょう。復活前は、必殺圧が突進系で、アーマー持ってる無難なやつですね。で、特殊圧は結構強力ですね。射撃ドローして気力回復、さらにバニゲ 50% 回復できるんで、最新のゴールデンフリーザに近いような性能を持ってますね。で、復活前のね、メインアビリティがめっちゃ強いって言われてましたよね。体力回復、気力50回復、そして属性振り向こう10カウントで、手札を4枚リロードし、特化向こう10カウントということで、これは現環境でも通用するめちゃめちゃ偉いメインアビですよね。ユニークアビリティ見ていきましょう。自身の体力が0になった時、体力 80% の状態で、身勝手の極意、兆しに変身する。そして基礎のステータスは結構ついてますね。ドロー速も変身前から消去負荷でついてんのは偉い。バニた時の気力回復、よだめアップもちょっとついてて、二つ目のユニアビでは、椅子座るごとになんかよだめアップとかついていって、コストダウンも発動して、そして敵が交代すると特殊アースドロー、よだめアップ、気力回復速度アップなどがつくんで、この効果で特殊とかいっぱい使って、椅子座り性能を高めて、消去負荷のよだめアップとか全アーツコストダウン積んでいこうって感じかな。そして変身後ですね。変身後は必殺アーツが遠距離系になります。しかもヒラメカットの 50% 無視の能力がついてて、踏ん張り貫通もあるんでめっちゃ使いやすいと思います。特殊アーツは気力回復、ユニークゲージ 30% 回復、ゆだめアップ、さらにデバフ状態上解除という超シンプルな能力。で、変身直後はめちゃくちゃバフついてますね。ゆだめアップが 70% あって、全アーツコスト5ダウン、さらにドロー速1段階アップが60カウントで、特化無効も40カウントついてるんで、復活後のアタック性能は半端じゃないですね。で、ここではユニークゲージの性能書いてありますね。まあ、普通の身勝手兆しと一緒なんですけど、ウルトラ身勝手みたいなね、コンボ中で打撃止めれますよみたいな能力はないんで、紫の身勝手兆しと同じ能力だと思っとくと分かりやすいと思います。というわけで早速復活身勝手の一人センスで PVP 頑張っていきましょう。何これ、よろしくお願いします。めっちゃおもろそうなパーティー使ってますね。未来ご飯で落ちバフぶっかけてウルトラご飯で殴っていこうみたいなパーティーだと思ったのにさ、なんでこんな時に切断なんの。はい、よろしくお願いします。うーはい、で最強の合体戦士パーティーですね。どうすればいいですか。僕一人しか出せないんですけど、いやーちょやばいんだけど、ベシブルゴジブル貫突、これゴジタブルどうやって倒せばいいんだろう。よろしくお願いします。ゴジブルしょってね。で、一応復活持ってるんで、ベシブルもなんとかなるっていうのが、今回の動画のいいとこですよね。復活身勝手の素晴らしいとこだわ。やっぱ復活するだけでね。あ、もう最悪タイミングあった。もう、あ、これ落ちますね。復活身勝手ね、耐久はあんまないキャラクターなんで、それ大変。ギリ、頑張れ。ギリで耐えろ。パンパンパン。どうだ。あ、もう全然落ちるわ。はい、でーんして。どうしよっかな、こっから。そのままいきます。オッケー、中入った。で、特化向こう !40 カウント。で、ドロー速2段階。つまり、圧めちゃめちゃ引けます。強い強い強い。あ、圧めちゃめちゃ引けるじゃん、やるじゃん。あ、でもゴジブル、あ、ゴジブルやばい。ゴジブルマジでどうやって倒せばいいかわからない。はい。あーして、あ、気力がちょうど間に合っていく。いや、硬すぎマジで。とりあえずね、これはね、ボール回収して、オッケー、地道に、あ、終わったわ。もう無理だって、そんなもん。ちょ、ほずちょ、ほずくる。もう、いいわ。ということで、耐久ペラペラの身勝手を使います。まだ力の半分、やりすぎちまったな。はい、よろしくお願いします。スーパー17サイヤ。ですね。いやね、復活前のメインがめちゃくちゃ強いから、それを見せたいんですけど、耐久ペラペラすぎてそこまで耐えれないっていう。それがきついっすね。ほら、パン、圧か。一旦止めといて。はい、特殊で。バリ回復。で、射撃は、必殺で被したいけど、撃つわ。危ねえ。これ、必殺で潰しといて、そのままいきます。そこ危ねえ。オッケー。このタック勝てたんでかいよ。おい、記録現象強すぎや。タックル。うめえ。いや、即圧か。もうだからさ、メイン切れないんだって。もう、せっかくで終わったのにさ、ちょっと。まあ。じゃーん。特殊ケアしないです。打ちます。いって。
遠距離下がられてたらあれだけど。あ、一確認行こう、これ。ずらしまして、ロンド見て、びっくり見えた、かくはん。いや、これ何してる、跳ねるか。いやー、怖すぎる。めっちゃ椅子あるじゃん。もうこの程度とは興ざめだ。大したことないな。はい、よろしくお願いします。おっと、合体ですね。なんかすげえ今日合体当たるな。人気ですね。一つもちゃんとあるということで。いや、これは頑張りたい。ベジブルいつ来る？ちょっと、マジ復活前の、あのしよう。おぶ！ロッキーロッキーロッキー。椅子割れたんだけど。あぶねえ。ベジブル絶対来たと思ったんですが、まあなんとか助かりましたね。で、これ、もうユニゲ使わしておきます。はい、復活前にユニゲ使わしておいて、はいはいはい。敵のね、使えるトリガーを全部使わしておきましょう。で、一発さすがに耐えるだろ。どう？耐えるよね？そうだよね。オッケー。腹パンチ。あぶねえ！跳ねてないな。ズバシャーツ行きましょう。ここ、オッケー！ナイス！え、しかもなんか、なんか、ライン溜まりそうなんだけど。えい。これで、やっと使えるわ！メインで特化向こう10カウント、属性振り向こうも10カウント。で、リロード。おーしおーしおーし、なんかめちゃめちゃ使わしてる。強い強い。で、ドロスクもアップしてるんで、ワンチャンボール持ってこい。ボール持ってきたらもう最強。あ、ドロスクなんか、どうなった？あれか、パイクでドロスクダウン入ってたから、圧引けんかったんか。もうやることないんで撃ちます。危ね。即。特殊撃って。いや、まだ参える。復活前でまだ参ります。オッケー見たか、おい、復活せずにライジングでベジブルまで落としたぞ。最強じゃん、これ。読まれたわ。メイン切ってくる。いや、マジかよ。腹パンチ。髪たい。くっそ。遅いから必殺。入れ。いいぞ。よしなんかバックダッシュしてたわ。えい、こっからが勝負じゃ。そう、佐伯操作入れて、ここそっか、闇、オッケー、おい、動きがプロすぎる。で、これね、素直に行くわ。いや、出してくるか。128。必殺だったらもう受ける。しゃあない。な、いい。あー、それで落ちんの？いや、いけるぞ、これマジで。ライン一周目ためよう。全然あると思う。125なんで場に回復はないでしょ。あ、消化できなかった。危ねえ。いた止めまして。攻めてこい。撃つよ、じゃあ。場に使ってるよ。ええー、なんで回復してんの、マジかよ。くっそ。いやー、惜しかったと思うけどね。マジか。いやー、対戦合図ました。俺の強さを思い、もうひどすぎる。紫3人出されたんだけど、こんなん無理なんだけど。ひどすぎるってもう。よろしくお願いします。でも勝つ。逆境も乗り越えていく。苦手とならやれる。はい、ずらして、できるだけ場に欲張って殴っていきます。大事、大カバチェンだけか。急ってこんか、ゴルフリで。いやー、またしてくるか。じゃあやめて、ほんまにやめて。必殺やめて。オッケー。バニー回復入れて、回避圧してる説。ノコ。しなかったです。神社行き。即。抑えてまして。あぶね。タックル。もう何枚持ってるんや、特殊圧。痛すぎ、痛すぎ。もうこれ絶対耐えないじゃん。振りも壊れないじゃん。もう。もうやだ、これ。えい。行くぞ。タックル。ずらしまして。いや、もうゴルフリだけでも持っていくわ。この新キャラクター、生き生きじゃがって、マジで。お前が出る前に動画撮ってたら、もうちょっとマシにいけたんやぞ、俺は。舐めやがって、ほんま。うら。えい。八つ当たりムーブして、特殊で湯逃げ回復。特殊強いね、復活後も。はい、やつ。射撃操作いい。ありそう。いや、特殊ぶっぱ。まだ持ってる説。めっちゃ跳ねるんよね。まだ持ってるだろ、これ。そう、いきます。オッケー、やっぱ持ってたわ。絶対許さねえ。5名だけは。はいはい。予約行こう、これ。予約で、
削って削って削って。で、ここで欲張る。あ、でも、あれ、そうだよね、バレバレなんすよ。いや、これ、まだワンチャン悪くないか、マジで。めっちゃ跳ねるタイプの人やったんで。あ、釣ってこい。あ、釣ってこい。腹パーツ。なんか。え、下げてきたんだけど。ほら。あ、落ちひんか。いや、マジか。大規模切っといてよかった。やらかしたな。でかい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 。まだ参る、まだ参る。まだ参ります。頑張っていけます。はい。特化木をいつまでついてるこれ。そろそろ切れる？そろそろ切れるかな。で、再起。乳首刺されて、ちょ、1行くな。頼ろ。何これ。お前強すぎや。にゃあ、くそ。力を入れすぎてしまいました。もう紫染め、こんな時に限って紫多めのパーティーがめちゃめちゃ当たる。俺の強さを思い、さらなる進化に挑戦しておいて、みんなを傷つけるやつは許さない。愛したことないな。さらなる進化に挑戦しておいて。はい、お願いします。 いやー、これ強そう。おお、跳ねてんのか。中継ぶちかましね、これ。バニー欲張れそうじゃね。どうすか、どうすか。回復したよ。じゃあ撃つよ。即そこ。オッケー。よしよし、相手の動きがね、ちょっとわかりました。じゃあ行き、お祈りはしてこんか。よろしく、ジョージアップしてるんで、素直に行きまして、よし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 。できればね、メイン切りたいんですけど、どうすかね。割っといて、これ相手ビビってさ、あ、跳ねてるか。これ耐えれないっすね。さあ、敵の HP170 万、そんな高くはない。跳ねろ。よいしょ、いや、あぶねえ。基本速かな。で、特化向こう。なんか判定してくれてるんだろ。けど、しかも。でかいでかいでかい。泥速2段階。あ、でも泥速弾入ってるわ。いや、泥速弾がね、そうなんですよね。多すぎなんですよね。何をしてんの？それ落ちるよ、多分。あ、ユニが回復して、必殺止め50パップ。おら、強っ！ 560 万ワンコンで ?1 年前のキャラがぶっ壊れじゃん。跳ねてんのかな、これ。聞こえなかったんですけど。跳ねてんのか。うい。何してくる？めっちゃ跳ねるじゃん。もうじゃあ撃つよ。オッケー。多分アーマーでも落ちてたんで。え、これワンチャン歩くね？いけるくね？てか、全然いけるくね。お祈りもしてくる。おい、よし、落として。しかも相手圧打ってきてくれそうだから、ライかもしれん。勝ちだろこれ。強ない？いや、入れ込みだ、絶対入れ込み。オッケー。うついかもないけど、強っ。ナイス。ああ、復活味があってパイセン強すぎて敵の回線も切っていく。はい、ということで今回は復活味があって一体で PVP やっていきましたが、結構レート沼ったんですけど、勝てるときはすげえあっけなく勝てましたね。まあでもやっぱ変身前からね、素晴らしいメインアビリティに持ってて、使いさえすればバカ強いし、変身後はね、遠距離必殺でさらに火力も出やすいようになって、全開アビリティとはすげえ相性いいキャラクターだと思いましたね。1対3性能もまあまあ高いと思います。ただ紫の強いキャラクター出たばっかりなんで、そこでね、やりづらいなっていう部分が本当に多かったですね。もうちょっとマシな環境で身勝手使ってやりたいですね。ということで普段からマイナーキャラクター、マイナーパーティー使いまくって PVP 遊んでるんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。